はい、ここね、JR 泰治駅っていうところに来てますよ。あ、クジラや。それで今6時ちょっと前ですけど、この紀伊勝浦方面に行く電車がなんと8時50分なんですよね。次5時10分から、そうやな、2時間近くないってことやな。全くすることがない。上上がられへんですな。待合室に行ってるしかない。疲れた。今日はね、仕事でね、こっち和歌山の南の方まで来てまして、とりあえず太地町の、ね、駅で、解散しましてで、こっから電車でね、那智勝浦の方に行こうとしてるんですけれども、今日はね、ええ天気やったんですけど、明日ね、大雨らしいんですよ。昼ぐらいからもう多分観光どころじゃないと思うんで、もしかしたらもう午前中ね、今撮ってるホテル、那智勝浦のところにあるんですけど、もうそこから、もう朝食食べたら、もう速攻で帰ってくるっていう羽目になりそうやなっていうね。はい。ね、天気良かったらいろいろ回りたかったんけどな、ちょっとクジラのね、ところとかいろいろあるんで、あとマグロがこの辺ね、名産なんで、ちょっとそういうの食べたりとかって考えてたんですけど、なんもないよね。あ、まあ、とりあえずなんか本でも読んで時間潰そうか。なんかじっとしてるのももったいないんで、ちょっと行ったらね、クジラのモニュメントみたいなのがあるんで、10分15分歩いたらね、ちょっとそれ行ってみようか。荷物がなかったらな、もうちょっと身軽に動けてんねんけど、仕事帰りやからな、仕事帰りと一泊分の荷物があるからな。もうだいぶ火落ちてきてまだな。これが道の駅泰治。なんか見えへんかもしれんけど、なんかこうやってちょいちょいイルカのモニュメントみたいなのがおるね。これ橋の両サイドにある感じ。ここなんか謎にライトアップされてんねんけど、何があんの？これ、何やのこれ。あれがクジラのモニュメント、ちょっと見えてきたけど、ここになんかね、心があるんですよ。心があって、こっちになんか意味すんなよ、道があんねんけど、うわ真っ暗やな。 GoPro でも映しきらんのこれ。うわ、なんやろこの道、どこに行くんやろなこれ。まあ行きませんけどねさすがに。すごっ。こんなん行ってもたら帰り真っ暗になって帰ってこられへん。とりあえずクジラのモニュメントだけ見て帰ろう。まあ何があるってわけでもないんですけどね、これ渡んの怖ない。はい、これね、
クジラのモニュメント。これ内側入れるんかな。とりあえず写真撮っとくか。あ、なんか入り口っぽいとこあるな。あ、来た来た。おお、でかいね。あの長井公園にさ、クジラの骨あるやんか。あの感じやね。だからこれ結構実物大とかなんじゃないの。でかっ。すごっ。これはすごいね。いや、これ意外と来てよかったぐらいの迫力がある。もう桜もね、咲いてんすよ。はい、戻ってきました。今で6時半過ぎやな。あとだから十何分やな。まあ、ちょうどいい時間じゃない。あんまなんもない無人駅やな。単線やからな。で、ここ黒潮走るからね。帰りはね、黒潮で帰ろうと思ってるんですけど、ああ早くホテル行きたい。危ないですからご注意ください。の時とか見に来たんやけど、ああここもいいね。こういうとこドローン飛ばしたんやけどな。どっち出たい？東側やな。漁港方面。とりあえずもう7時なんでチェックインしましょう。あ、いいね、観光地って感じがする。ちょっと寂しいけど。あ、久々やな。快活じゃないとこ行ったもんね、久々。ほんま。どうやって行ったの？ほんまジグザグやな。マグロとかやってるよな。てかどこで飯食おう。やってるんかな。あの子が。あれ何や。バスターミナルか。なんかこの天気のいい昼間やったらここね、港なんで海がバッと見えてるはずなんです、ここ。もう真っ暗やな。映ってないかもしれない。まあみんな止まってって感じ。あ、見えてきた。今日予約してんのはね、こちらですわ。ビジネスホテルブルーハーバー。一泊5000円ぐらいだったかな。ただ朝食はついてますね。すいません、朝食の方がですね、はい、パンとコーヒーになってまして、はい、朝の6時40分から9時半までこちらの喫茶スペースでやってますので、
ここ喫茶スペースですね。あ、そうですね。こっちですね。はい、はい、わかりますんで。はい。ここなんか食べるところってどうあり、なんかありますか？なんか。そうですね。一応、まあ、ここら辺界隈の店なんですけど、ね。はいはい。はい、あの別にあの閉まる時間とかあります？は特にないですね。大丈夫ですか？はい、わかりました。コインランドリーか、何だろうね。まあまあ標準的な標準的な感じだね。とりあえず名刺行きたいな。あ、ちなみに あ、トイレがあれオスレットじゃない。そうか、やっぱこういう古いんよね。ちなみに気がついとんな。あ、ちょっと待って、シャンプーとかはこれ歯ブラシクッション掴み取るよな。これバスタオルとタオルやな。でマットやね。あ、スリッパある、ここ。あ、スリッパあるわ。スリッパはどこ。スリッパね、もうすぐ靴履いて出かけるけど。ちょっと待って、よいしょ。あ、あるある、よかった。シャワーがなんかこれ、あ、なんか切り替えれるんやな。なるほどね。そうか、これウォシュレットさんも残念やな。で、冷蔵庫がある。全然効いてない。ついてどこあるんやろ、うん、Wi-Fi ね、一応これWi-Fi 聞いてます。エアコン、まあ、いらんぐらいやな。なんかムッとしてるもんな。ちょっと冷蔵庫だけは聞かせておきたいんだけど、あ、ここか、これか。向こうが港やね。わかりにくいけど、向こうが港、こっちが陸地になってるな。はい。とりあえずさ、どうしよう。ブラブラ歩くよりなんか目星つけた方がいいな。うわ、ステーキハウスやて。でもやっぱり海鮮がいいよな。なんかこの大衆酒場っていい響きやね。おお、マグロラーメンとかも、ラーメンもいいな。てかさ、営業時間これ、早いのもあるな。おのずと決まってきそうやな、こうなると。もう8時半とか言ったら閉まるしな。ラーメン屋は、ラーメン屋9時半か。さっきのラーメン屋は18番。居酒屋は10番。18と10か。このラインやな。こういったこのラインか。ちょっとまあこの辺、ブラブラしてみようか。これバスターミナルやな。自販機もある。まあさっき北道よね。わ、クジラ料理とかもあるわ。クジラってもううちらの世代ぐらいからちょうど食べへんのったからな。なんか餃子って書いてる。ラーメンあれか、マグロラーメンここやったっけ。今日金曜日の晩やからな。金曜日の場合ですよ。明日、大雨やと思ってるから、多分そんなあれかな。あそこもなんかお店やな。本屋さんや。マグロ丼見る店。
と見てみようか。今日終わりましたね、ごめんなさい。あ、もう終わりました。これ何時から何時までやってるんですか。何時から何時までやってるの。本当は夕方、7時頃から6時頃からやるんですけど、今日ごめんなさい。あ、そうですか、わかりました。申し訳ありません。マグロ丼と見たらマグロ丼食いたいなと思うんだけど、でも言うほど空いてないよな。もう一個うちが入ろうか。確かにお店自体はあるんだけど空いてないよな。あれか、都会と違って金曜日の晩飲むとかそんなないんだろうな、多分。まだ猫いてる。ここにもね。めっちゃ経験的。あ、でも高そうやでな。いや、高くないか。天ぷらも。なんか再現なく金かけてしまいそう。マグロ定食1500円か。まだやってます？おいしろ、終わり？終わり？終わりですか？終わったです。あ、すみません。9時までって書いちゃうけど、まだ7時じゃねえけどな。とりあえず摩天楼来ました。こっちの方に行きませんけど、高いよね、これ。この瓶ビールもあります。朝日とキリン、キリン、キリンで、キリンで、はい、ありがとう。電気聞いてたけど、摩天楼でした。うまかったね。最初出てきた時、あのマグロのね、あの生臭さがちょっとパッとこう来たけど、うまかった。ちょっと飲み足らんって飲み足らんねんな。かといって2軒目行くのももったいないしな。コンビニやんな、向こうに。ローソンか。ちょっとこれ足湯。足湯や。
ちょっとぬるめ、ぬるめやけど、ただやかな。ここもなんかいろいろあるんかな。なんかマグロの看板が出とるな。まあ開いてないからどうせもないけど、これなんか市場かなんかかな。ねえ、なんか市場っぽいやな。なんか酒とつまみちょっと追加で買って、あと部屋だ、風呂上がりになんかいっぱいやろうかな。風の大地か、バキが多いな。ワンコインコミックか。なぜか通り部の26巻が入ってた。なんで通り部って今27が出てんやったっけ。2月17やから、あれか、一番新しいんか。もうスラムダンク、また癖のある話な、それやな。これもなぜこれだけ、これって比較で新しくなかったっけ。これいつやったっけ。もう2018年だろうか。そうか、もうそうすんじゃないやな。もうぬべぬべ、あ、結界しか難しいやんか。ラインナップが癖ありすぎやな。快活と同じようなあれやなタイプやな。なんかちょっと汚いけどな。こっちはきれいや。200円やけど、こっちは200円やな。じゃあ快活と変われへんな。もう9時になりますね。何やかんや2時間ぐらい外いてたやんな。ちょっとね、ホテルの Wi-Fi 繋いでみたらね、こんな感じですよね。下り65、上り43ってことですね。まあまあ、動画は見れるんじゃないでしょうかね。はい。ではね、今からちょっとシャワー浴びまーす。なんかもう、快活の動画と、なんかもう、ね、同化しちゃってるような感じになってるけど。はい。もう快活と違って、15分制限がないんでね、もうのんびり入ります。それでは。あ、ちなみにね、さっきコンビニで買ったのこれ、カキピーとこの姿フライね、とビールはこんなの入ってます。はい、風呂上がったんですけどね、これね、このなんていうんやろ、入院してるみたいなやつですね。あんまりこのズボンとこう上着に分かれてるタイプのやつないね。てかやっぱね、風呂ね、シャワー浴びてたんですけど、まあ狭いですね。狭いんやけど、なんかね、シャンプーと石鹸、ボディーソープがね、すごくね、泡立ちが良かったですね。ちょっとでもすごい泡立つみたいな。今何時だった。もう10時や。あ、冷蔵庫が湯引いてる。これね、ローソンでこんなん買ってきました。桜ビール、生ビールなんですね。いくらするのこれ。500缶で286円。ちょっと飲んでみましょう。乾杯。ああ、これなんかシンプルな、なんか特に癖もなんもない、なんかザ・ビールって感じのビール。あ、うまい。なんかいろんな食事に合いそうなビール。なんかこれ、ちっちゃなってない。
こんなんやったっけこんなサイズやったっけ、なんかちっちゃい気がする。ここ部屋にあのアルコールスプレーがないね。まあ手洗いって話だけどね。お前な、これもう一本欲しい。でね、ここ快活じゃないんで漫画読みたいんですけど、こういう時こそね、自分で買った漫画を読まないとね。でね、とりあえずこの間ね、このフリーレンのね7巻、これね、フリーレン7巻をね、この間、これこの間読んだら、なんか話が全然わからんくって、あれと思って、で、何やろと思ったら、6巻をまだ読んでなかったっていうね。恐ろしいことが。で、そう思ったらね、モリアーティもね、16巻読んでないんちゃうかな。多分読んでねえな、これ。これね、来世は他人がいい。これの6巻がね、出ましたんでね。3月27日かよね。多分出た。前は。これをちょっと読み進めようかな。これとモリアティ読まなな。これもやし。これあれかな、平家物語って、11話で最終回これ。ちょっと待って。まだ続くんかな、わからんな。平家物語、これも見てないし。王様ランキングは23話。王様ランキングはまれ最終回か。平家物語は来週もあるな。あとあれやな。探偵ナイトスクープからな。今日金曜日やもんな。え、これちょっと待って。テレビちっちゃいな、これ。あ、塔の上のラブンゼルがやってる。漫画読むよりあれやな。アニメ消化しようか。はい、もう酒飲みながらアニメ消化します。で、時間が来たら、ナイトスクープ。でも寝ると。さあ、探偵ナイトスクープも見終わったんで、もうね、12時15分。明日ね、6時ぐらいに起きようかなと思ってるんで、もうね、ぼちぼち、寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ね、7時15分。もう起きてから、いろいろやっても、赤のね、朝ごはんに行こうかな、という感じですけれども、ちょっとね、こんな感じ。まだ雨降ってないんですよ。もうね、ご飯食べた早々に帰らないと多分、大雨にやられるかな。これさ、歯ブラシさ、昨日の晩、使っててさ、見てこれ。すっごいもう、スリム化されてるよな。プラスチックの節約みたいな影響が出てるんかな。めっちゃ細いねな。もうだから、歯磨いててもこの、くね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 、ほらバネが効いてて、逆にこう力がこう集中しにんからいいんかもしれんけどね。なんか貧弱な歯ブラシになっちゃったよね。有料化するとこもあるらしいしね、ホテルによっては。こういうのないとすごい不便ね。で、実はね、今日ちょっと朝のうち、雨降らんうちにドローン飛ばそうか思って、一昨日ぐらいからね、ちょっとまたバッテリー充電したりとか、ファームアップ来てないかチェックしよう思って、いろいろ試しで使ってみようと思ったら、このね、DJI フライが起動しなくなってるんですよね。これ Pixel 5ほんで、なんか対象外になっちゃってるんですよ。Pixel さ、346って対象になってるのに、5だけ外れてるんですよね。案の定、こうやってなんかもう立ち上げた瞬間パッと落ちて、で何回2回目やったらさ、こうやって繰り返し停止してますみたいになって、最悪やでな。これ使われへんかったらドローンもうどないしようもないもんね。だから昔の端末引っ張り出してもう一回なんか使えるようにするか。もうでもあんまり古いやつはね、もう OS があかんし。で、 Pixel 3がまあ以前昔の旅動画で撮ってる最中に急遽分鎮化してしまったっていうね、話ありましたけど、あれ修理して使うかですね。Pixel 3やと一応対応してることになってるんでね。どないしようかな。ドローン2台あるんですけどね、2台ともこのアプリでね、制御するから、もうどないしようもないよね。モニター付きのプロポ専用のやつね、売ってるんですけど、
あれめっちゃ高いですよね。なんか7、8万ぐらいするんだよね、あれ1個で。さすがにあれはもったいないなと思ってね。ほんまにどうしてくれんねえって感じやな。はい、まあとりあえず飯行きますわ。なんかパンとコーヒーみたいなんでね。これあれやな、冷蔵庫も止めとこうか。もう空っぽになったし。このホテル、出て行っても電源切れへんのがよわ。ねえ、もう最近ほら、カードキー入れとかんと電源通らんやつがあるでしょ。まあ、あれ、こう、出てってる間に充電できひんからね、困るよね、あれ。よし、朝飯行きましょう。鍵持ったな。鍵持ったかな。朝食。はい。お肉でもお魚でも野菜でも。うん、うまい。めちゃくちゃ美味しい。はい、ね、もうね、8時、まだだいぶ早いんですけどね、8時45分ぐらいだったかな、電車がね、まだ切符も取ってないんでね、で、まだ雨降ってないし、さっさとね、駅行っちゃいましょう。駅もね、こっから10分15分なんで、はい、行っちゃって、さっさと行っちゃっても、時間余ったら駅でのんびりしましょう。料金先払いやしな。うん、別に忘れ物ないね。忘れ物ないかな。はい、帰りましょう。なんか今日そんなお客さんいてないかな。多分3人ぐらい見とったけど。すいません。はい、これで。はい、ありがとうございました。はい、どうも。わあ、天気悪っ。はい、ホテルブルーハーバーでしたね。駐車場めっちゃ広い、ね。これ全部駐車場やろ。はい、戻ってきたよ。那智勝浦駅。出た、駅名は紀伊勝浦だ。8時49分2番乗り。
らっしゃいませ。お求めの切符の種類をお選びください。乗車券録。ホームで待つとこありません。ベンチはあるんですけど、カクテルな部屋はないんで、あ、まあ、どっちで待っといてもらっても全然構わないです。あ、すみません。ホームは2番乗り場です。はい。もう乗りませんか、高いんか安いんか分からんな。九州行く飛行機が、あの9000円の時もあるからな。移動料で考えたらそっちの方がコスパがいいよな。次の電車に苦労しない。あ、残念、パンダじゃなかった。16号新大阪駅です。止まります駅は海浜、小田、串